どうもはじめまして、少年漫画社の大野です、漫画編集16年目です松本零士さんとか、あるんですか。松本零士さんとか、ちなみに何の漫画ですか。それは39の配信とか、そのうちでやるときに手伝いさせてもらいました。やっぱりそれはいつ頃ですか。それは4年ぐらい前ですね。最近ですね。うちの会社でずっと39やってたんで、はい、今はちょうどこれですね。この漫画とタイトルは、それではもう待ちやなってやつと、自転車のやつ。そうです、自転車のやつ。後ろの方だ。そうです。一つの。あとこれです。この2つがとりあえず今自分のやつですね。漫画の編集と、あとデジタル配信のお仕事と、あと版権、映像にしたりとかアニメにしたりっていう仕事も全部やってます。何でもやってます。アニメプロデューサー。アニメプロデューサーもやってます。はい。漫画家さんがいますよね。漫画家さんって一日中ずっと絵を描いていくことが多いですね。絵を描くのが好きな方が多いので、その人を刺激する仕事が編集者なので、こんな面白い話がありましたよとか、こんなものが流行ってますよって教えることもあれば、その漫画家さんがちょっと書きにくくなったりとか、逃げたくなった時に逃げないように説得したりとか、逃げた時に探しに行ったりとかやっぱ書いてるのが締め切りっていうのが必ず漫画の場合多いんで、雑誌にも締め切りがあるので、その締め切りに間に合うようにありとあらゆることをするのが編集の仕事。売れっ子になれば人集めとかも必要になってくるんで、新人でいい子をその漫画家さんのところに入れてあげ、アシスタントとして入れてあげたりする仕事も多いですね。もちろんいなくてもいい存在ではあるんですが、いた方がより面白い漫画ができるっていうのが漫画編集の仕事です。ありえない。絶対ありえないので、編集者がいろんな情報を集めてきた漫画家さんが絵を描くって場合もありますし、ね、なるほど、はい、いろんなあり方があります。いや、漫画編集者ってその漫画家さんのマネージャーになったりすることが多いんで、いろいろお金の話とか揉め事があったりするとき、必ず僕らネオシエーターになって解決したりとかしますね。これが一番僕でもあんま言えないですね。プライベートに。ほぼいないですね。イタリア系の方とかってアメリカ人とかだったらいる人いる、海外の人いたりとか、確か聞いたことありますけど、あまりイタリア本国っていうのは聞いたことない。すごく期待をして、世界中の人、漫画家さんが日本に集まってくるっていう視点と、日本の漫画家さんが世界に行くっていう視点が両方あって、本当にグローバル化してるじゃないですか。で、今回ニューヨークコミコンに僕行くことになったんですね、はい、来月ので、行く漫画家さんこの一緒に石黒さんだったりとか、桂正和さんが一緒に行ったりとか結構するんで、どれだけやっぱりぜひグローバル化してるのはすごいレベルだと思うんですよね。思いますね。特に日本の場合、今アニメでもご当地アニメとか多いじゃないですか。その地域その地域をのいいところを紹介して、そこで何気ない青春があるような、だからイタリアでもおそらくあると思うんですよ。ナポリの下町の話とか、フィレンツェの高級住宅街の話とか、大学生で、ローマの休日みたいな話をやっぱり日本人はすごい喜んで見るはずなんで、見てみたいですね。あとイタリア、僕はあと自転車の
話見てみたいですね。イタリアもタイトル僕のイメージだとサッカーと自転車なんで。ヒーローティターンで。そうです。あれ見たいですね。そういう話をかける人が出てきたら、日本でも絶対人気は出るはずですね。メリットになると思いますね。知識そのまま書いてかけますからね。自分の経験をやっぱりかけることが漫画の一番の良さだと思うんで。ありますよね。いや、ぜひ見てみたいですね。家庭料理の話とか見てみたいとか。例えば今ローマ時代の漫画がすごく流行ってるじゃないですか。ティルマエもそうですし、いろんなものが あの時代にやっぱりイタリアの方が書いてくれたらいいなと思いますね。はい、もうぜひそこで書かれた作品を全部拝見させていただいて、それに対していろいろ意見をさせていただければと思いますね。何ページでも構いませんので、書いてくれたものに対して、まあ、絵的な評価と内容的な評価と、あともう一つは日本で売れるにはどうすればいいかとか、漫画家さんにもしなる気があればいろんな自分の持つ人脈を使って自分の雑誌だけじゃなくていろんなのを紹介できればと思ってます。はい、あるし、ぜひそういう方が出てもらえるように自分らも意見とか、はい、見たものに対してこうしたらいいんじゃないですかってアドバイスもできればと思ってます、ね。Life is beautiful。 メニーに。Life is beautiful はもう泣きましたね。素晴らしい。あれが多分僕らの持つイタリア人のすごいいいイメージというか、常に前向きで陽気で弱音を吐かずに人生を楽しむみたいなのがイタリア人のすごいイメージじゃないですか。すごくいいと思いますよね。さっき料理漫画に出てきてましたけど、クッキングパパって漫画があって、クッキングパパはね、イタリア人のキャラクターが一人いるんですよ。彼がイタリアの料理をすごく紹介するんですけど、彼はもう人生をね謳歌してるんですよ。これが素晴らしいんですよね。で、娘に彼氏ができて困ってるとか、ね、そういうのもなんか、なんだか年を、ね、漫画読む人口が何歳かにもよるんですけど、日本の場合は、まあ、20代から70代まで読むんですけど、ね、イタリアの方って今何歳ぐらいまでが漫画読むのかによってだと思うんですよ。まあ、漫画好きな本は絶対売れるでしょうけど、これが30代、40代になれば多分人生の考えることも変わってくるじゃないですか。そういう時に日本の漫画っていいものもあるし、それをイタリアの読者の読者というか漫画家さんも書くと面白いなと思うんですよね。もうぜひ今度行った時にはいろいろな漫画を見せてください。イタリアの、今回もイタリア大好きで、自分はローマ人の末裔だと思ってるんでぜひいろいろな面白い漫画を見せていただければと思います。すごい可能性を感じてるんで、今イタリアに感じて、まあ、文化の国ですからね。いろいろできればと思います。